腰が痛いです。ということで。えー、毎度大きいな、ねえねえです。お、こんばんは。ということでですね。えー、2021年の2月の5日ですね。えー、監督も選手も演出家じゃなくてはいけない。田淵光一の日でございます。<laughs> 1995年に言ったんですけどね。まあ、なぜこういうことを言ったのかっていうのはまあ理由が書かれてないんでね。ちょっとこの辺もね、掘り起こせたらええななんて思いながら。今日も えー、キャンプの休みの一日を過ごしておりましたけども、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、えー、本日も阪神タイガース毎日阪神タイガース、えー、お相手させていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますね気づいた方いるかもしれないですけどねこれねテレビ映るんですよねこれはいこの画面でねテレビ映るんですよまあ何も映ってないんですけどはい、まあ、こうね触るとね まあ、テレビが映ってしまうということでまあ映ってしまうとあんまりよろしくないなと思うんであんま映,さない映したくはないんですけどはいえー、こんな感じでですね「自信電波が弱いため受信できません」<laughs> せーの意味なしっていうね <laughs> 意味ないやないかっていう感じなんですけどあ映ってるねこれうんか n h k い,いテレが映ってません、ね、はいってください今のご時世でワンセグですからねワンセグ持ち歩ける時代ですよ <laughs> こいつの話やもん,んはいえー、ということで、今日も皆さんと一緒にお話していきたいと思いますえー。本日は阪神タイガースえー、沖縄ギノザキャンプとえー、もう一つ秋のね。コーチの秋のえー、キャンプがお休みということでですね。本日はお休みの日にやっていこうという阪神タイガース知ってるつもり。 第16回目、前宮秋信さんを今日は、えー、皆さんと語っていきたいなと思いますので、えー、後半ね、えー、キャンプの振り返り終わった後に30分くらい、前宮秋信さんについてみんなでこう語っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。えー、ということで、皆さんと挨拶していきましょう。常に勝つ心、こんばんはいらっしゃい。えー、糸原もこ魂ま一番乗りありがとう。あ、二番乗りかな、ありがとう。えー、まさぽん、お疲れ様です。いらっしゃいです。ありがとうございます。えー、ちょっと待ってね。 えー、糸原もおこだましいくんいらっしゃい、えー、カルパッチョこんばんはいらっしゃい福士くんもこんばんはいらっしゃい、えー、こんなとこかな拓郎データをいらっしゃいお茶皆さんこんばんはということでねよろしくお願いしますさあ今日もねえさっつんこんばんはいらっしゃいお疲れ様ですずかいらっしゃいこんばんは、えー、ちょっと阪神にも関係する気になる記事だと「せ DH 制導入再検討緊急事態宣言延長」 なるほどね。うーんなるほど。うん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 。まあちょっとこれはかなり気になるニュースですね。ちょっとこれはあのちょっと今からねタイガースニュース絡みでね、えー、皆さんにえシェアしていくのでちょっとお話していきたいと思います。おっちゃんさんまゆみ秋信ですよって、うん。えー、ゆみ秋信なんか名前違ってます、うん 秋信ああ !G を間違ってんねや。ごどうしよう。ちょっと後で直しますけど。はい。まあまあいいです。はい。伝わると思いますんで。はい。まああのー、大変、大変失礼いたしました。おかしいな。なんでこうなったんだろう。ちょっとお待ちくださいね。今やってるライブは、まあすぐ、今すぐ帰れないんで。うんと。うん <laughs> ええ、さて、えー、やっていきましょうはいえー、ということで大丈夫ですかね、うん、さあこんばんは DH3 世やってねうんカミルくんいらっしゃいこんばんはスケコウくんこんばんはいらっしゃい、えー、なおいらっしゃいお疲れさまです片柳みなさんこんばんはいらっしゃいタクシー丸さんおっちゃんこんばんはピオちゃん今はいずこピオちゃんは今寝てますはいペットで寝ております 和樹こんばんばおお疲れ様今日もよろししくお願いしますえちょっと待ってちょっと待ってどこ間違ってんの明るいにノブか。あれちょっと字間違えたなこれ大変やなこれ、うん。えらいこっちゃでほんまに。うん、なんでこうなったんやろう。さあ切り替えていきましょう。 まあそんなん言いながらね、まあ、やっていくしかないんでねはいえー、まあそんなん言いながらねわわ言いながら頑張っていかなあかんなん言うてやってるんですけどもねまあ、今日も頑張っていこうか言うてはいあのーまああのー、森ねオリンピック組織委員会の会長じゃないですけど間違ったことに対しては反省してですね、えー、撤回していくしかないのかなというふうに思いますのでですねはいあのー、ちょっとこう。 まあ改めてねちょっとこう直してひなりしてやっていきたいと思いますので <laughs> うるせえ <laughs> これちょっとうるせえごめんなさいえバスケヒロトくんいらっしゃいこんばんはオープンチャットで真由みさんを間違ってたようなうん真由みさんを間違っていたようなそれ思ってねえんだその時に言おうかうんはい大丈夫ですはいもう和樹 <laughs> さん助サ郎さんバスケヒロトさんこんばんはうどうしようかなちょっともうなんかそんなん そそんなんななあれややったらもう一もううう回やり直そうかなううちょっとそれはあのー、真由美さんに失礼なんでねちょっとこれね直せないんですよ今ライブ始まってる最中じゃもう直せないんでちょっともうそれはもう間違えたまんまやるしかないかなというところなんですけどもはいえー、っとどうしよっかななんかそんなんちょっとどうしよっかな 終わろうかな <laughs> すげえなんかもうなんかすげえもうテンションめっちゃ下がったんですよ字間違ってたっていうことが判明したっていうことでもうテンションがめちゃめちゃ下がってしまった <laughs> どうしよううーんわあわあ言いながらもやっていきましょう人間誰一も間違いあるから笑って過ごしましょうというとねなんかまあそんなんねまあもうもうモチベーションが1ミリも上がらないっていう <laughs> 吉田涼子こんばんは。<laughs> えー、やみちゃんいらっしゃい、こんばんは。えー、こちらも阪神に関係すぎるが、プロ野球外国人戦略策均等を検討、新規入国停止措置続くということで。あ、う、あ、ん、ちょっと待ってくださいね。うん、えー、さっつん、スパチャありがとう。腰痛いし、余計テンション下がります。いや、今ね、ちょっとぎっくり腰になりかけてて、今。 これも自分はねあの要はぎっくり腰持ちの人ったらかると思うんですけどあこれやばいなってなってる時わかるじゃないですか今もコルセット巻いてあのそれこそあっためてるんですけどああの寝て起きてぎっくり腰になってないことを祈りたいというような今現状ですので、ね、ちょっとやばいですねうーん、えー、いやいやいや違う,違う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 すけっこくんあれなんですよあの直せるんですよもちろんんそのまままま言ったまんまで 言ったまんまやと間違ってるからあれなんですけど全部変えれる直せるんですけどその直したっていう間違いがあのー、残ってしまうことが嫌じゃないですか間違えたっていう、うん、それがちょっと厳しいなっていうふうにちょっと今思ってて丸、うん、<laughs> さん,こんスパチャありがとうございます。これで少しはモチベ上上がりますかめっちゃ上がりりまますすかめっっっちちゃょと待ってたよね えっと超待って真弓あ,あ明るいなそれはけどあかんでうんうんちょっと待ってくださいねえー ちょっとお待ちください。皆さん、一瞬固まります。まました、ということで、もうタイトルは直りました。はいタ。タイトルは直ったんですけど、サムネだけライブ終わったら直します。はい。えー、もうそれでやっていきたいと思います。はい。えー、なのでね、頑張っていきたいなと思います。お、かずき、スパチャ、ありがとう。うん <laughs> まさに今の俺やん。この黄色い感じに、このグラさん。ありがとう。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。まあ、もうね、やけどね。 もうね自分の中でもうねそうやっていうふうにね思ってた g やったっていうパターンですねこれはねもうねうんえー、っと「シパちゃんありがとうございます音鳴らそう」とピオちゃんも起きたわほんまショックで。 さっつん、スパチャありがとう。まゆみあきのぶです。字が間違ってました。失礼いたしました。まゆみさん。え <laughs> え、まさんもスパチャありがとうございます。<laughs> どうも、まゆみあきのぶです。字が間違っておりました。明るい信じるです。まあ、あきのぶです。よろしくお願いします。はい。もう、あの、ここにまゆみあきのぶの字書いとこ。もう。 こうですね。こうですね。こうですよ、皆さん。はい。こうめっちゃ泣き始めた。大事件が起きましたよ。よいしょ。さて、い、え、い、ー、ピヨちゃん起きましたね。ええー、どうしたの。え、わとるやんか。 はい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 あけましておめでとうございます。ねえー、ピオちゃんが起きてまいりましたけども。ねありがとうございます。ひいやんさんこんばんは今日も盛り上がっていきましょうということでね。腰痛いし余計テンション下がりますよねってね。うん。えーかずきもありがとうね。うん。さてえー、よろしくお願いします。ちょっとあの気を取り直してやっていこうと思います。ワとトルやんか。泣いてると思ったら。 いいありがとうございます。うん。ちょっとみんなの固まったカッチカチやで。固めたんです。うん、ごめんなさい。あの YouTube のアプリをあの立ち上げてない状態に持っていくとカチカチあの落ちるんですよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっとピヨちゃんがいて。で、かつ携帯に。ちょっと無理や横着かもしたませんああっ全く持って厳しい状況になったな。ピヨちゃんちょっと待ってね。 ちょっと待ってくださいね皆さんよいしょうもう今日はいろいろなんかこう腰痛いのでも段取り悪くてすいませんはい腰が痛いんでもう段取り悪くてすいません,、はい、んでせん今何が起きたかっていうとこんな事件が起きました皆さんにお見せするんですけどもえー、っとうんとこんな事件が起きましたねはいあのー あのこれをいつも入れてるやつが200本ぐらいあるんですけどそれが全部出ました <laughs> 片付けんの面倒くさ、うん、このパタって倒したらバラバラって倒れちゃいましたすいませんはいえっ眉美眉美ホームラン眉美眉ミ,ミホームランか飛ばせ眉ミあれあの何でしょう眉ミが引退したら踊らへんようになったんですけどああいう踊る踊り 応援ねもうコロナじゃまず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 無理なんですけど復活し欲しいですよね。うーん。いや歌が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 止まった。はい改めましてありがとうございます。トラトラオさん、和樹くん、ありがとうございます。爽やかな僕の歯を見てくださいこの並びを。 めこんばんは人生で大事なことを明るく信じることですねそういうことだよね負けないこと投げ出さないこと逃げ出さないこと明るく信じることってことですねはいよろしくお願いしますうん可愛い,いということでねありがとうございますさあ、えー、ポケポケ動画さんこんばんはいらっしゃいませお疲れ様でございますすいませんちょっと今日あのー、まあ、阪神タイガースのキャンプが今日お休みということでですね、えー、阪神タイガースの知ってるつもりということで。 繭、えー、美明信さんをねちょっとお話し,しようと思ったんですけど繭美明信さんの字を間違っているという、ま、もう一番あのやって恥ずかしいミスをやってたということでちょっと前半からちょっとその話で盛り上がっておりましたすみません繭、はい、美さんに罪はございません繭美さんの関係者の皆さんすみません <laughs> はいよろしくお願いしますさあえー、ギャー抱っこしたいということでね三段ということでね初めましてよろしくお願いします。ライススターで真由美ダンスを踊ってましたって えー、まあ、ということでね、今日はね、主なお話として、キャンプが今日はお休みなので、ヤクルトなんかは逆にね、あの1、2、3が第1クールで、機能を休んで、今日からまた第2クールも始まってるんですよ。あタイガースは今日4金やって、1金という、あの1級というところなんで、えー、今日はタイガースのお休みで、そこに付随するニュースについて、皆さんにちょっと今日はいろいろもろもろご案内していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。うんうん、やっと やっとスタート地点で帰ってきたね。うん、もう本当にすいません。いろいろ時間かかっちゃって。さあ、えー、ということでですね、まあ、あのー、2月1日から始まりましたキャンプですね。えー、まあ、一緒に毎日ね、えー、5時間ぐらい、初日が8時間半、2日目が7時間、えー、3日目も6時間ぐらいやり、で、昨日に限って言うならば、紅白戦両方やって11時間というね、まあ、超ロングでライブをやってるんですけども、 えー、今日はお休みということで、えー、この4日間を振り返って、えー、皆さんとキャンプについてまず30分ぐらいお話ししたいと思います。はい、えー、よろしくお,しお願いします。えー、まずですね1番の、えー、記事ですね。秋でも若虎奮闘中ということで2年目藤田,、えー、藤田健人君ですね。打てるキャッチャーへ振りまくるという記事。 えー、気になった記事をねちょっと深読みしていきたいと思うんですけどもえー、めっちゃ綺麗ということで「沖縄満喫阪神佐藤輝明初めての休日」これねもう、まあ、阪神タイガースのキャンプを毎年見てる人やったら定番なんですけど必ず新人がえー、初めての休日の時にどこか近所のあの沖縄だった沖縄の名勝地に行ってえー、阪神タイガースの「な、え、ん、ー、とかです」とか言ってこうちょっとこうなんやろなまあ、ちょっとおっ あとだと、あの俺、デビューした時恥ずかしかったな、みたいな感じの動画を撮るっていう、まあ、こういうの、あるんですよ。はい。で、人間の場合は、あのね、四万ののとか行ってとかね、まあま、あそこまで行かないと思いますけど、まあ、そういうのがあるんで、えー、まあ、それをね、ちょっと今日はその記事を、まずは読んでいきたいと思います。はい。えー、阪神のドラフト1位、佐藤輝明のれ主21が、えー、春季キャンプ初の休日となった5日、今日ですね、えー、同級入団の新人選手らとともに、沖縄読谷村のチーム宿舎周辺のビーチなどを散策と。 えー、広報代理取材に応じた、えー、佐藤は6日から始まる第2クールもうね今日明けたら明日からもうだから第2クールですけども、えー、ホームランを打てるようにしたいと気合十分南国の、えー、風に吹かれエネルギーは満タン自慢のフルスイングで今度こそアーチョーが行くということでねまあそういった記事が上がっておりますまああのー、4日にねまあ昨日ですよ一緒にね佐藤のバッティング3打席見ましたけどもまあおおむねねあのー、今の現段階でね あのーまあ、悪く言う人ってまあ基本いないと思うんですよなぜならばね12球団がのうちの3分の1である4球団がですよ1位で欲しいと言った即戦力黄金ルーキーに対してですね「まあ、全然歌たへんたへん」とか言ってて手のひら返す方がかっこ悪いじゃないですか。普通に考えたら「いいよね」って言っている同調圧にねあのー、現状維持バイアスじゃないですけどもバイアスがかかってるんで今。 岡田さんなら売ったら打つ,打つしかないやろみたいな話してるし岡田昭信さんね。うん、で真由美さんやったらもう1年目からいけるよとか、まあ、使えるよとかで広島のね3連覇監督の緒方さんとかでもね、えー、23年後には柳田のように順調に育てばなるんじゃないかとか、まあ、基本的に好意的な話になってはいるので、まあ、本人は周りがその。 要は2、3年後に柳田なるだろう。要はもう自分に対して援護射撃がほとんど飛んできてる状態であんまりそのプレッシャーであのガチガチになってそれは結果出えへんというのがおっちゃんは一番怖いと思うんですよ。うん。その,その状態というのは要は打てるだろうってこうみんな言ってきたのに打てへんようになった時にあるタイミングから逃げてこう手のひら返していくと思うんで。うん。まあだからその前にだからあのタイガースは。 やっぱりね、あのーま、これはちょっとね、まあ、あれい言い過ぎかもしれないですけど、まあ、対戦する、ね、投手とかもある程度右バッター左バッターなんで右バッターは打てるのかっていうことを見るために右ピッチャーと対戦させるとか逆に最初、ね、左ピッチャーはまずもしあの最初は当てないとか、まあ、対外試合で当たったら打てるように、ね、最初やるとか、まあ、まずねあの打てるっていうポイントで打たせて。 自信持たせるというふうに今、まあ、特にあの佐藤くんなんかはね、えー、した方がいいじゃないかなと <laughs> 個人的には思います。うん、まああのー、打撃ピッチャーがね、うん、打つ打たせるために打たせる目的で投げてるのを打てるのはそら打たなあかんやろうし。 でそれをわわーー言ってあの林立てたってしょうがないんでやっぱり相手が打たさんとこうと思ってる仲やけど右ピッチャーのストレートに対して打てるか打たれへんかとかその丸バツをこうね全項目ねえー、ドクター X の,あの広報の女の人みたいにね大門未知子をやらかすたびにこう罰つけるみたいなああいうことをやっぱりせやっていかなあかんよっていうことなんでございます。うん はい、えー藤田さんこんばんはお疲れ様ですかねエ、えー、ピコフィールドくんこんばんは私の友人は真由美選手から取って「秋信」と名付けられましたしかも姉がいてお姉さんの名前が真由美「真弓」えーっと例えばあれでしょう小林真由美ちゃんで小林秋信っていうで小林小林で真由美秋信になるってことね <laughs> その下の名前でねめっちゃ面白いやんかそれ時代を感じるわその名前の付け方うんね えー、アンドロイド s 一昨年ナイターで阪神が勝った時阪神タイガースファンの集団がマイミア記録の応援歌に合わせて甲子園付近で踊っていたあそれだからあれですよ、あのー、春菜くんが、えー、っとその二次会と言ってこう動画撮って YouTube に上げているやつですよねそれは掛布さんとかバースとかマイミとか、まあ、それ俗に言うタイガースの。 レジェンドたちの応援歌もあの応援入れるんで片岡志とかね、うん、それをやってた時でしょうねあのアンドロイドさんが行った時に出てたっていうのはね、うん、えん、ー、かと思いますけどはいえー、皆さんおご挨拶いただきけいと思いますけどね、うん、古田さんヤクルトで臨時コーチするんですね見たいよねそれは結構なニュースですけどまあ古田はもう、まあ、ヤクルトの OB ですし元ね プレイングマネージャーやってたぐらいの方なんで、それはやってもおかしくないし、やった方がいいんじゃないかなってずっと思ってたんでね、うん、関西で阪神寄りの話してる場合じゃないよと、俺は思ってるんでね、基本的には。はい。えー、悪夢さん、こんばんはいらっしゃい。広瀬さんもね、いらっしゃいませ、こんばんは。野下くんもいらっしゃい。えー、アンドレデス以外は佐藤怜明君は昨日三振したと以外は内容良かった。おそらく9日にホームラン2本ぐらいか、マスで。なんかね、あのね、ちなみになんですけど、 阪神タイガースですね、えー、2月の7日に紅白戦をやるやるというまあなんかちょっと風の噂を聞きまして、えー、実際にあの藤浪が投げるというのが決まってますのであの2月7日これもうあさってですけど。 藤浪が投げますよ、紅白戦。はい。あの、もちろんライブね、えー、昼、夜と両方やりますんですけども、はい。あのー、皆さん是非、ね、ぜひね、藤浪くんが投げる模様見に来ていただけたらなと思いますけど、はい。えー、よろしくお願いします。虎一筋くんもこんばんは。<laughs> よろしくお願いします。えーっと、さあ、他の記事いきますね。<laughs> えー、じゃあ、まあ、その記事からいきましょうか。阪神・藤浪晋太郎が4日、侍ジャパン・稲葉監督が高評価されたと。 第一クール最終日に日本代表指揮官立山投手コーチから熱視線を送られる中ブルペンで101球やるべきことに集中したという投球で稲葉監督を藤波君に戻ってきている非常に順調と促しらせたと、うん、意味ありますよねはいえー、まあここ数年ね制球とかで苦しんだっていうのは、まあ、みんなのご存知の通りですけどもえー、まあ去年はね復活の兆しを見せた藤波投手えー、その初戦がですね えー、2月の7日になるということが見込みが入っておりますんでですね、えー、まずは開幕ローテに向けての第一歩、まあ、昨年の終盤のね、えー、先発の時のイメージが継続できているのかもっとパワーアップしているのかっていうところを、えー、見ていきたいと思いますはい、えー、藤浪のワインアップが楽しみですねねっ うん、あのワインドアップにね今年から投げ方変えてあと斎藤さんとかその昔、えっと、ソフトバンクの斎藤とかみたいな投げ方で一度グラブをこうやってその時に要はミットを常に見ながら投げるんじゃなくてこういう一度視線外してから投げるっていうその方が しっかりライン取って投げられるっていうことで、まあ藤波投手がこの今年のねキャンプではそのワインドアップとフォームのまあ、マイナーチェンジっていうのをね取り組んでいるという記事が上がってますんでですね、まあ、その辺も明後日ねもう開けて明日明後日ですけどはい見ていきたいなと思います。はい、えー、清金ちゃんいらっしゃいこんばんは清金さんってあケンジいらっしゃいこんばんはうんちょっと待ってね。 はい、えー、その他の記事見ていきましょうお待ちくださいね、うんえー、新人が、えー、お休み満喫の記事ね読みました、えー、阪神6位中野ためになったということで河合塾の教えを刻むという記事、えー、阪神4位栄田、えー、安定できてない守備力アップを誓うと、うんえー、無観客でも若虎元気ですとことで1 2 3 100本ノックだとということでね、えー、っと昨日4日の練習の終了後5日がまあ今日お休みということでですねデスノックという、えー、ノックをやりました特殊ですねでデスノックは確か木南が494本,本で大ーが450400何本っすったかな50400500、まあ、本近く2人で。 要は、玉の入ってる、ボールが200入ると言われてる籠に目一杯を2カゴぐらいね、えー、ノックやったそうです。1時間半ぐらいずっとノックしてたというふうに、えー、聞いております。はい。まあ、あのー、どうなんだよ。新人はキャンプで課題が見つかる方が今後の成長につながります。うん。阪神の公式ホームページは、あさっての紅白戦が発表されています。ねうん。なので、もうそれはだから決まってますんで、皆さん、あのー、 ライブやりますのでぜひ皆さん見に来ていただきたいなと思うんですけどもあの昼間もやります夜間もやりますっていうところなので「はい藤浪のキャンプの姿勢は気合入っているように見えたので7日の紅白戦が楽しみですね」ということでうんまあちょっとねあの楽しみ半分えー、まああの斧じゃないんですけど心配も3割くらいはありますまああの楽しみの方が7割かな半分というよりはうん。 えー、昨日の紅白戦を見る限り高山北条も意地のあるバッティングが見れた気がする新人では柴田のパワーには驚いたとはいまあなんでちょっとねあの皆さん柴田あ境田ねうん栄田君のバッティングはねほんとねあのパワーはありましたね、はい、ちょっと昨日ねまああのそんな中でねあのこれ書いたんですけどもねえー、キャンプの荒木さんですけどちょっと今日はね1軍 この一軍キャンプにいる選手のちょっと評価みたいなんをみんなでつけていってえー第2クールに向けて、えー、また評価をつけていけたらいいなと思いますちょっとねこれは拓郎君と連動したいなと思ってるところなんですけどもちょっとね皆さん投手からちょっとみんな言ってってもらえたらいいですか投手から、えー、ちょっと分かる範囲で背番号13番岩崎でしょ岩崎えーで

であとちょっとメンバーを全員ちょっと書き出さないといけないんですけど2020 20背番号で言うとどういう背番号やちょっと待ってね20新人がちょっと待って27ちょっとエドワーズガンケルあちょっと背番号はまあいいか、まあ、伊藤 伊藤、小、え、野、ー、28、27で、30、佐藤蓮。うーんと、ちょっとこれね、あの要は、当落を、ちょっとあの、まあ、第1クール終わって、2軍に行きそうな人、1軍に上がってきそうな人っていうのを、ちょっとまあそういう話をしたいなと思って、これ今、書いてるんですけど、うん、天使パシだったけど、しっかりインクが出てます。カ <laughs> キいいよ フェンスパワーはいつでも待ってるからね、和樹ね。うん。えー、藤波のキャンプの末、脇アで入ってるように見えたわね。なおかんは紅白戦楽しみ。昨日の紅白戦結果の末、それを維持、ダメやった人はもっともっと頑張っていかないとねと。うん。今年も良い年に、こんばんは。えー、っと、あとピッチャー誰おったちょっと今、あのー、書き出しますけど。えー、キャンプ1軍メンバーね。 阪神岩崎チェン西勇気ババアババアババ,アバシンスケ伊藤の高橋遥と佐藤蓮香、しまった遥とを抜いてたな高橋はいちょっと待ってたね 佐藤で谷川三十四。谷川,谷川でジョン・エドワーズでしょでガンケルでしょ秋山秋山斎藤 青柳、梶谷小川石井あと鈴木こういうメンバーだね、うん、キャッチは梅の原口 坂本栄だ、うん、腰痛い <laughs> 腰が痛いマジで阪神、うん、の公式からキャンプ期間の監督コーチ選手へのプレゼントの受け取り自粛について新規コロナの感染の観点から春季キャンプ期間中の監督コーチへのプレゼントの受け取りを透明の間自粛させています宿泊先などにお送りいただきましても監督コーチ選手は届きませんのであれマジか うんピヨちゃん今ここに起きて寝てこうやってこうやって遊んでます <って S 2> <laughs> うん <laughs> あのー、デイリースポーツをこうやって持ってこうやって開いて <laughs> <laughs> はい、はい、デイリースポーツで遊んでんのねあとヨウカーで遊んでましたね <laughs> ヨウカーをこう拾ってこうヨウで <laughs> 遊んでる ちょっと待ってね、ピヨちゃんね。うん。あさっての甲子園トラてでもちろん放送されますよ。はい。で、えー、内野手が、えー。ちょっと皆さんごめんなさいね。待ってくださいね。見せた方が早かったな。内野手、山本、木浪。 えー、大山佐藤北條、えー、マルテ糸原おばた中野でようこ。 レガイ近本糸井高山井上三地中谷小野寺はいこんな感じですね。はい まあちょっと昨日のね試合を見た限りで、まあ、ちょっと簡単に言っていきますけど、やばいなと、やばいなと思うところで言うとうん、まあ、まあちょっと下線入るぐらいですかね。ちょっとやっぱりまだ、いいバッティングしてるけど、まだ分からんけど。 バッティングね、普通に考えて、うん、キャッチャーとか分からへんね、うん、ピッチャーは、ま、ちょっと、ま、投げた人しか評価できへんけど、うん、まあ、ちょっとね、この辺はちょっと、ね あのー、まだ第1段階とはいえちょっとまだ昨日の段階だとちょっとどうなのっていう感じにはなってるんかなと思いますなんかのキャラクターと勘違いしちゃうかってねよ <laughs> うかどうなんですかね食べ物とかやったらおそらく皆さん破棄されると思うのであのほんまにちょっとそれはねあの控えられた方がいいんじゃないかなと思いますけどはいピオちゃんようかおしないね。<laughs> い,いえ、違う違う、プレゼントでアルコールぶつけたら大丈夫違いますかね、うんあーアル、アルコールをかけたらってことね。うん。まなぶちゃん、こんばんはいらっしゃい。うん。えー、ピヨちゃん、妖怪をしないので、さすがトラ教育いや、だってもう今、今、今、今あの、もう新聞こんなになってますもん。<laughs> し新聞こんなになってますもん、今日。こ、ここんなになってます、はい。うん。うん、あのー、今日の新聞。 これ、あのこれし新聞、まだおっちゃん、さっき表面、ちょっと読んだだけなんですけど、もうあの破られてます、全力で。<laughs> <laughs> はい、あの案内しようと思って、ここ置いといたんですけど <laughs> ビ、ビリビリになってました。はい、ビリビリつっつ、はいえー、もし、おつきあいいだきまね、皆様こんばんはでまなぶちゃんお疲れ様なんかのキャラクターと感じいしてるりね、うん、えー、なおさん、人と認識はしてるでしょう、ピヨちゃん、あの選手を食べようとするときありましたね。 あるあるプレゼント禁止ってウイルスの生存期間は長くて1週間って聞くのでちょっと間置いてたらプレゼント完成することはないのになとうーんラベちゃんこんばんはいらっしゃいのの猫さんもこんばんはいらっしゃいのの猫くんもこんばんは新聞がすごいことになってるピューちゃんもデイリーデビュー新聞がぐちゃぐちゃ藤川球さんの本港最新の新聞じゃなくてよかったです <laughs> なあほんまにあれはなあのないからなあが、ま、たがたちょっと待ってはいおいで全力で腰が痛いんで

はい、あそこにいる自分を見てますね。はい。<laughs> はい。えー、藤川由さんの「紛争最終新,新聞を見てる方です。さあ、えーと、まあね、ちょっとまあ何の話してたかというと、まあ、キャンプのね、まあ、メンバーが、まあ、今後サバイバルになってくるよっていう話が、まあ、当たり前の話なんですけど、まあ、今ちょっとね、し体がために、まあ、これ書いたんですけど、<laughs> まあまあ、大変やったということでね、まあ、みんな把握してるから別に言うたらええんかなと思ったんですけど、ちょっとね、 気になったところで言うと、こういうと、まあ、この辺の選手がちょっと試合ではアピールできへんかったし、この後の練習がどうなるかっていうところが大事かなというふうに思います。はい。俺の予想だと、キャッチャーは坂枝が一,一軍に残ると思います。このキャンプで2番手キャッチャーに成長すると思う。なるほど。うん、まあ、あの、ちょっとね、まあ、それはね、あのキャッチャーをやってた人間として言わせてもらいたいのは、 あのアンドロイド君それはねアンドロイドさんそれはねそんなにプロが甘くいとは俺は思わない、うん、いやそれは実力はあるんですよそれもある肩も強いバッティングもいいとこ見せたいやけどキャッチャーってやっぱリード守備力リードですよ特にその要はピッチャーとどうこうやり取りできるかっていう意味で2番手になるって。 もう要は坂本がやってきた何年間っていうのを要はこの1ヶ月だけで抜いちゃうっていうことを意味してるんでそれはねな本当に何だろうもう高校から3年連続こう夏春夏出て連覇してて天才キャッチャーという,う名を欲しいままにしていてで大学にもそれで進学して大学4年間ももうずっとベストナイン取ってて本当にキャッチャー界のもう要は。 いやもう何やろ歴史変えるような選手やとかっていう選手がいきなり入ってきたやったら2番手になり得ることももっと言ったら1番手になりれることもあるんかもしれないんですけどちょっとどうなんすかねまあ、ちょっと1試合見ただけじゃねまだそこまでは俺は評価できないんかなとは思うんですさただ1軍に残る可能性はもしかしたら払ううちがバッティングでオチオチしたり坂本がそもそもの守備でしっかりしてへんかったら 抱えが入るる可能性はあるかもしれないですね、うん、ぐらいにはちょっと思ったけど、うん、型の良さがねやっぱり、うん、梅のに下手すると勝ってるんで、うん、ピヨちゃんに真さんの画面レベルを当たり前とか押し込んだらダメですよ <laughs>、うん、突然の制限はやめてほしいですね、うん、キャッチャーはお時間かかるかもよと、うん、外国人必要枠平等制限やめてほしいと、うん、いやーけどそれはやった方がいいよもうあのー、なんだろうなんか嫌じゃないですか うんまあ、うちタイガースでいうと今外国人6人も来てるけどいや6人いるって、ねあのー、今までで言ったらマートンブラゼル、ね、がいてメッセンジャーと、えー、誰やオスンファンがいてってその4人で成り立ってた時もあったじゃないですか6人いるってそんだけ異常にバックアップいるわけなんで5人一軍に登録しててもさらに余ってるんでそれが他球団は。 まあ、うちはいろんな編成の都合で、えー、日本人メインでやってる中外国人も3人ぐらいでいいかと思ってやってるチームはその3人の編成補強ですよ補う補強に対して、えーまあ、この社会情勢のあれで要は言ったらまあ営業でけへん、うん、それはちょっとねやっぱり平等性には欠けるかなとは思うんでそこはねまあ要は従った方がいいんじゃないかなとは思います。 うん、なんか自分らがいいからえー、そのままやってくれっていうのはなんかちょっとスポーツマンシップにはちょっと違うんかなって僕は思うんで、うんあのー、それで勝っても多分あんま嬉しくないかなと思って、うん、なんかそんなんで勝って優勝してもあいつらなんか外人6人揃えてがっちり他のチームが外人とかいなくて和製で若手とかでやってて負けたっていう時になんかそれで優勝して日本一になったとしてもかなんか。 うん、なんか誇られへんかなと思うんでそこはもう平等にね4人までしか入れれないとかね新外国人が来ない間は DH で埋めれるようにするとかなんかそういう特例は作るんだったら作った方がいいんじゃないかなって思いますけどまあなんかどんな方法が一番いいとかっていうのをまだごめんなさいその今日の今日は上がってきた話なんであんまりねあのー、じゃあお前退案あるんかっったら別に退案は特にないんですけどうん。 えー、セカンドランドの原口への栄えの見方は素晴らしいただそれだけではああいうプレーが見せれるんであれば、ねあのー、もちろんそのピンチ守備ってなるかもしれないですけどじゃあ今度ねそれでリードが悪くて結局ああいうプレーもあの梅野やったらただ単に取ってるだけで済んでるかもしれないし逆にまあその未熟さが起こした原口の飛び出し。 でそれを上回るだけの超一流の型っていうのがあったからアウトになったっていうだからいろんな要素の、まあ、組み合わせやと思うんであのプレーは素晴らしかった昨日の紅白戦の中では守備では一番のプレーだったと僕は思ってるのでまあその辺ちょっとね坂井田選手が1軍に逆転で入るなんてことがあるとそれはそれでタイガースまた新しい風踏み込むね吹くなと思うんですよ。はははいい結びさんこんばんこば、はい えー、さっきまですやすや寝ていたピオちゃんがライブ始まったらねちょうど起きてしまいましたということでね一緒にやっておりますけどもはい、えー、ちょっと他の記事にもいきますね、えー、ごめんなさいさあ <laughs> さあ1、えー、本ノックの話はしましたねうん、えー、阪神8位石井大地足りない部分先輩、えー、藤川 SA の助言をいただいたということでちょっとねこの記事は気になるんで皆さんに紹介したいと思います、えー、藤川 SA からどんなアドバイスいただいてんですかということで石井くんがインタビューに答えたんですけども、えー、クイックだったり技術的にちょっと足りない部分でアドバイスをいただいたと 初実戦に関してはストレートでガツガツ押していく投球ができたらと意気込んだということですね。えー、おそらく7日の紅白戦に石井君も投げるそうです。はい。ちょっと今分かってる範囲では、藤浪と、まあ石井、ね、第、もうすでに投げたピッチャーはもうね、西、馬場、大、えー、野、 でえー、っと斎藤と鈴木投げましたんでおそらくそうだな藤浪だあと伊藤伊藤と藤浪と春人と佐藤谷川で石この辺りがもう投げるんじゃないですかうん仕上がりからいくと藤浪伊藤高橋 佐藤谷川石、うん。この辺りがおそらく投げるんじゃないかなと思いますけども。うん。うん。ね、あ、高評価ありがとうございます。うん、なので。まあ、それで残ってるって言ったらね、岩崎チェン、西勇輝、岩貞。 冶屋、まあ、青柳、秋山。冶屋がちょっとね、どんな状態かわからないっていうのもあるんで、ちょっと別メニューやってるような気もするんで。であと、関係で江エドワーズはまず投げないという考えたら、このメンバーはおそらく投げてくるでしょう。2月7日に。はい。えー、投げるのかなと思いますよ。はい。今、え、日、ー、金茶提供ありがとう。さあ、えー、他の記事いきますね。うん えー、阪神・藤浪晋太郎きらりかっこよさも光るワインドアップという記事デイリースポーツねまあこれはワインドアップに変えたっていうお話ですね。えー、阪神1位佐藤輝明が本塁打予告大海原を見ながら散歩まあこれはあの休憩した記事を別の切り方したんですけども。 えー、あれですね、ホームラン、自分の形、タイミングでスイングができていた大したもんという、僕らの楽しみが増えるような打席やスイングが多かったということで、矢野監督が評価したんですけども、佐藤輝明君についてね、はい、えー、佐藤君自身はコメントで、自分の課題,がある、えー、課題である、確率よく打つっていうところをもっと上げていくために、えー、コーチのアドバイスや指導だったりをしっかり聞いてやっていきたいと思いますというふうに、まあ、優等生な感じですけどね、答えたということでございます。はい えー、シ,シーズン少ないで練習頑張っていきますということでね。よ、う、い、ん、したのよいしょな。お、う、ご、ん、った。おってんの。おごっての。っ <laughs> すごいエビゾり。エビゾり。うん。エビ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 ゾリり。ちょっと待ってください。よいしょ。はいどうぞはい、どうぞ。おい、どうぞ。 さあえー、話いきましょうああしんどって野手の方が1出ましたわってね見せろさんこんばんはお疲れ様ミ見せろいらっしゃいこんばんはお疲れ様まマさんこんばんはいらっしゃいませうんまあねなんでね佐藤とかはもちろんねま,、まあ、またキャッチャーなんかも絶対使いますし同じねようにまあ野手は全部実践はあのーまあ、要は結果全部見られて どううしようか上げようか下げようかって見られてると思うけどピッチャーは間隔空けて投げるはずなんで、ね、まああの第2クールの7日の紅白戦あさっての紅白戦と9日の日ハム戦で一通りはみんな1回ぐらいは投げるんかなというところだと思われますはいはいえー、お待ちくださいねさて でえー、と矢野監督が、えー、キャンプ1日目が終わって、えー、答えている記事がありますので皆さんにご案内していきたいと思います1、えー、問1答で答えてますんでそちら読んで案内していきます、えー、矢野監督語録ということで「紅白戦目についたソニスは?」という質問に対して「えー、野手の方は木浪み,みんな良かったんだけどおおどうしたどうした 泣いてますねえ泣いてますねーえヤ、ー、シの方はきなみみんな良かったんですけど迷いましたけどきなみにしましたとそれは意識の高さ守ってる時は自分が引っ張るというねどうじゃんちょっと寝さしますねすいませんあの寝たいんやと思いますこの人え腰痛いからちょっとこっちおいでうん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  はいすいません戻ってきましたやっぱ何で姉さんの顔見たらホッとしますありがとうございますあらスパチャありがとう、えー、おむつ大丈夫ですかおむつは大丈夫ミルクが飲みたいみたいだったんでミルクを飲ましてあげたら今こうやって見て飲んでます <laughs> あのねすごいんですよもうめっちゃ賢くて渡してあげたらこうやって自分で飲むんですよこれ結構すごいらしくて普通こうやってピッて掘るらしいんでそうずっと持って。 で、いらなくなったら取ってこうやって横に置いて寝るっていう <laughs> 天才なんですどうやらうんさあえー、ありがとうございますスパチャありがとうまこやんまゆみですありがとうございますこのヘルメットかっこいいでしょ <laughs> このヘルメット今のヘルメットにしてほしいぐらいかっこいいよねはいありがとうございますさあやっていきましょうごめんなさいね えー、紅白戦目についた選手はというところでもう一度いきますね、えー、野手の方が木浪み,、えー、みんな良かったですけど迷いましたけど木並みにしましたと、えー、なぜ意識、ね、矢野監督が木並み良かったかって言ったら意識の高さだそうです、えー、守ってる時は自分が引っ張る声が出していたと、うん、大山も出てたけどそれよりも木並みが出てたし走塁でも次の塁を狙うという意識がありながらしっかり戻ったり。 まあ、そういう一個一個の意識の高さっていうのがすごく出てたのは木浪だったので、えー、木浪がかっこいい対象だというふうに野手では言っております、えー。第一クール全体で評価したい選手についてはうーん石井が良かったというふうに言ってますね石井大地君ドラフト8位、えー、がよくと、まあ、目につくと、えー、僕の中ではすごい今日のバッティングピッチャーでもすごく良かったということで石井君の株が上がってるというふうに矢野監督は言っております。 えー、西純也のマウンドさばきも魅力っていうところで、ま、いやまあ、あのー、それも能力やと勝てる能力で大山,投手あの大山選手から三振取った時のランナーを置いてクイックで大山がこうやって構えてる時に対して構えてる時に対して足上げてクイックで投げたんで大山が慌てて打ちに行ってストレートもうその時には145キロ来てて。 空振りしてマラニ合イレンっていう要はクイックで空振り取って145キロ出したとかそういう要はあのバッティングもそうやしピッチングもフィールディングも含めてピッチャー勝てるピッチャーの素れを持ってるっていう部分で西君をえ評価したというのがこのピオちゃんがビッバリバリにしたこの西君の新,新聞ですね。勝てるる投手野野監督絶賛野球の頭があるというふうに。 まあ答えたというところなんで投手ではだから石井君西君は評価が上がってるというところでしょうねはいでもう一人ねえー、目についたピッチャーを挙げているんですけど鈴木翔太君鈴木翔太投手を、えー、上げておりますまああの自由契約になってねまあ、苦しい中から、えー、こうやって戻ってきてね、えー、慣れない中でしっかり頑張ってくれてるというところなんで評価が高いとはい い、えー、いうふううふに答えたということこですねで佐藤輝明は自分の形を出していくというのは今後につながりますかと聞かれて、えー、俺らも実際試合になってどうなのかという部分は見たいところやったけど自分の形で自分のタイミングでスイングをできてたからそれは大したものやなと思うと、うん、いうふうに評価しているみたいですよ、はいえー。一番強いのはやっぱり矢野監督が言うのは自分の形で相手がどんな球投げてきても打ち返せるのが強いと。 矢野監督なんかはどっちかというとキャッチャーでもう初球ストレート張って配球を読んで打ってたらしいんですよ。それは弱いって。要は配球を読めなかったら打てないからって。一番強いのはどんな球がどんなタイミングできても自分の肩があって打てるっていうのがやっぱり最強やっていうふうに言ってるんで、そういう意味では佐藤君はそういうバッティングを追求してほしいというふうな、えー、矢野監督の一問一答でございました。まあまだまだ始まったばっかりですから。ね、矢野監督のまあ ボルテージも上がってくるのはこれからでしょう。はい。うん。まあ公園ありがとう。ピョちゃんは賢いとこね。はい。えー、鈴木良かったですもんね。ね。マナブちゃん。一度書いてるか鈴木は試合ができるといいですね。まあね。小野ではもねあれだし。まああの今年トミージョンやった TJ やった佐伯とまああの島本くんが帰ってくることはおそらくないというところで考えたら、一個空いてる枠は。 鈴木んが取る可能性はままあ、いかなと思います、うん、小野寺君はゲッツ2打ったりしてねあの練習ではねムードメーカーになってあのチームに欠かせない部分を見せてるんですけど、まあ、そこだけでちょっと一軍っていうとねなかなかどうなんやろっていうところなんではい、えー、やはり当初はその2人ですねというところではいまあ思いましたね野手では俺は坂枝がやっぱり名一やったなと思いますけどねうん。 あと高山とかねやっぱもともと実力ある高山北条っていうところの反逆このままいくと高山北条が開幕1軍あるなと思いましたはいはいえー、そんなところでございますさあまあね栄田キャノンとかね栄田ミサイルとかね栄田砲とかいろいろまあ言うてますけどうんまあ栄田くのね007要警戒と佐藤に負けん攻守できらりとね 隙を見逃さず二塁原口させたって打っては12球団新人最速タイムリー、うんえー、ドラ6の中野んはプロ初安打のち猛省ということで、ね、中野君のエラーがなければ小野君の失点もなかったんじゃないかというところたらればはないですけどそれも含めて小野君の実力とはいえねまあそのやっぱりエラーがプロの世界では命取りというのも見せてくれましたし、はい、まああのー、山本選手は上々虎デビューということでね、えー 2山本くんが3打数2安打ということでね、えー、糸原もうかうかできないというまあタイガースは本当に層が厚いのと競争が見事にこういいハーモニーでね競争が競争してきますんでね <laughs> はい、えー、うまいこと言ったでしょはいなんでねあのまあ、ちょっとその辺がねどうなっていくんやろっていうところで頑張っていければなと思いますんでよろしくお願いしますす2回目の紅白戦も楽しみででね7日です。 中野は笑ロがいい中野も,もっと良かったですね、うん。中野はね、開幕1 0目目の発表が待ち遠しい。河辺くん君、こんばんはいらっしゃい。さあ、えー、やっていきましょう。さて、まあ、ちょっとね、キャンプで話したことはね、まあ、正直ね、おっちゃん、このキャンプで皆さん、えー、っと、何時間やったんやろ、ライブ。あの、本当に、ね、やったライブ、ちょっと今見ますけど、 何時間やったんやろうなまあ全部さすがに見てたっていう人はいないと思うんですけど全時間おっちゃんがライブやってる時間に見落ちずに見てた人いないでしょまあいないと思うんですいたらビビりますし逆にうんえっとねえー、あのねえっとね <laughs> 昨日えー、阪神の紅白戦とキャンプ昼と夜の部で11時間やってるんですよライブ でその前の日2月3日がえっとまあ9時間40分やってるんですよ。でえー、っと初日、えー、初日が8時間半やってます。で2日目がえー、っと6時間半やった後三3時間半ゲーム配信やってその後一1時間17分やってるんで。 俺バケモンやな、うん、11時間半ぐらいやってあ二2日目えぐいね俺2日目11時間半ぐらいライブやってますね <laughs> 昨日昨日は11時間なんであの2日目はもっとやってましたね <laughs> すげええぐいな俺 <laughs>、うん、サバイバルですね落ちてました数時間でね、うん、私は早々に落ちましたってでも言い方変えれば紅白戦でエラーを経験しようとよかったとも言えるんでもちろん、うん、抜けたり入ったりしてましたって高野花の幼少期ってね、うん さあ、えー、初日と昨日だけということでね、ありがとうございます。えー、なおあ、初日と昨日だけ全部見たって、ありがとうね、もうもはや人生をかされてしまってんねごめんね。うん、まあ、ということなんで、まあ、明日からもね、まああのー、キャンプの、えー、模様は皆さんにライブをやっていきますので、えー、引き続きよろしくお願いいたします。 はい。えー、で、拓郎くんがね、もう寝てしまうでしょ、これ。はい。拓郎くんに、まゆみさんのデータを出してもらおうと思ったのに、これ、拓郎くんが寝てしまったら、もうアウトなんちゃうの、これ。まゆみさんの話できへんやん。ねえ、ごめん、俺、ちょっと拓郎くん。思ってたより15分以上、花がくに喋っちゃった。はい。 タロ君まだ起きてたらあのー、ちょっとデータだけ出しまもれ <laughs> しいんですけど無理やったらちょっともう今日お休みにしますはいえマユミさん名前間違ったっていう事件も起こしたし YouTube 開いたらいつもおっちゃん見えたってね残業すぎですねおっちゃんキャンプの鉄人ありがとうございます <laughs> <laughs>、えー、仕事で見れませんでしたおっちゃんそのうち24時間ライブやりそうな勢いまあまああのー、24時間ライブってアーカイブが残らないんで厳密に言うと11時間 59分で一遍終わってそこからまた11時間59分、まあ、間1時間休憩ぐらいとありえるかもしれないですね、うん、24時間やれるはやれるんでねカズキありがとう、うん、ありがとうございます、えー、前ユアキロブ打撃成績太陽クラブライオンズうんから、えー、やっていきましょうかカズキありがとう成績これ出してくれるのかな、うん まこ、えー、やんピオちゃん洋服貯金本日分いやありがとうほんまにまこやんはもうほんまにまこやんが稼いでいるスーパーセントのエンゲルケース俺は下げてる可能性あるなピオちゃんがですそれでは皆さん阪神知ってるつもり第17回目「まゆみきのぶ始めていきましょうまこやんさん スパチャありがとうございますさあいきましょうカムありがとう腰は大丈夫ですかいや起きてぎっくりになるかもしれないぐらい今痛いですはい何とかしたいなと思いますはいよろしくお願いいしまよいしょいいいいよいしょよいしょはい帰ってきましたよ 寝れなかったのねはいやっていきましょうちュっと <laughs> おっちゃんこんばんは虎の b v d いらっしゃいすいませんデータオープンチャットよく見ましたおやすみいてねタクロありがとうえ北条と中野の開幕一軍争いが非常に楽しみ俺は北条を期待してなかったが昨日見ていたらプロで何年かやってるプロの先輩としての意地を見たこれは期待できるかもあの北条はこのままアピールしたら下手すると開幕まあ開幕一軍はもちろん 山本と争って山本に勝ったら、糸原と併用でセカンドでレギュラーになるかもしれないですよ。うん、あの一塁でとは俺は思わへんけど、僕は一塁で北条がレギュラーだとは思わないんですけど、糸原選手の調子が上がってこず、えー、山本選手より北条選手のほうがバッティング、数字を残せば、北条選手はセカンドでレギュラーありえるんじゃないかなと思ってますけど。はい えー、ピオちゃんのためならええへんやこーらえてふみかんさんもバックだいい,いいですよねナイちチューパーだてえーさあそれでは皆さんゆみあきのぶさんについてちょっと今日は喋っていきたいと思うんですけどもえーまゆみあきのぶさんの打撃成績です今日は出していただいているのはかずきくんが今日はやってくれておりますえーたくろうくんありがとうさあそれでは参りましょうゆみあきのぶ打撃成績太平洋クラブライオンズの時の成績ですね えー、からいくんんですすがままずは皆さんあの案内していきますちょっと今日、あのー、いろいろね腰痛かったりわーわーやってたんでちょっと真由美さんのこの看板書けなかったんで今日は口頭でやらせてくださいさあ真由美昭信1953年7月12日生まれは福岡県大牟田市出身の元プロ野球選手と外野手ショート二塁手野球解説者野球評論家タレントでございます。 えー、2019年から11年まで3年間阪神大学の第31代監督を務めましたはいえー、日本の出身1 7 4ンチ7 5キロ現在67歳の御年でございますえ三、ー、上美幸1972年ドラフト3位 柳川高等学校卒業後でんでん九州 NHKNT ですねで、えー、太平洋クラブライオンズにドラフト3位で入団しましたとはいでクラウンライターライオンズに、えー、1973年から78年までの5年間在籍79年に藤田平さんが腰痛で常時もう試合に出れなくなるという情報をもとにあゆみさんを、えー、タイガースから 藤田さんの代役としてほしいというトレードの元タイガースにやってまいりました。はい、でタイガースで95年まで現役を務めて最後引退した後は近鉄バッ,ファローでバッファローズで2000年から打撃コーチヘッドコーチやって2004年で阪神タイガースで2009年から3年間監督をして現在に至りますというところでございます。成績ちょっともう一回持ってきましょう。 えー、1975年78試合3割1分1輪1ホー8打点、はいえー、1976年18試合に出場1割1分1輪2打点出塁率、まあ、あのちょっとここはライオンズクラブライ,でライオンズにいた頃の成績はちょっと割愛していきますね、えー、ヒット打率ホームランぐらいにします、えー、1977年おっちゃんが生まれた年116試合に出場3年目ですね2割6分1輪 えー、276打数72安打6ホーマー14打点とはい、えー、盗塁がなんとん違うな、えー、21盗塁ですね3年目にで1978年118試合に出場2割8分418打数117安打8ホーマー38打点、えー、で、えー 出塁率が3・1・4、長打率3・8・3で、OPS6 ・9・7、盗塁が34盗塁と、はい。北条と中野の開幕一応争いが非常に楽しみな、俺。えー、ああ、そこ読んだな。うん。えー、真由美さんの打撃成績、1979年、タイガース来てからの成績発表していきます。125試合に出場、2割7分5厘、517打数142安打、13ホーマー、51打点。えー、OPS7 ・1・2。 投塁が20投塁、えー、1980年113試合に出場2割8分3百459打数131安打29ホーマー74打点 OPS868 盗、えー、塁成功率が8割25回走って20回成功で81年111試合で2割7分3四44 4打数121安打13ホーマー36打点 OPS743 盗塁成功率が278833、えー、回走って26千九1982年130試合に出場これがフル出場なんかな2割九分3厘515打数151アンダー15ホーマー55打点 OPS が757盗塁成功率が68816回走って11回成功ちょっと盗塁が減ったなこの年1983年和樹ありがとう。 112試合に出場、3割5分3百448打数、158安打、23ホーマー、77打点、出塁率402、長打率569で、OPS971、これキャリアハイやな、盗塁成功が20回走って13回成功。えー、そして1984年、117試合に出場、2割8分6四430打数、123安打、27ホーマー、64打点、えー、OPS が893、盗塁成功率が18回走って15回。うん えー、速攻タイムアウト弟の偽物、うんえー、和樹ありがとう1985年タイガース優勝した年ですね119試合に出場3割2分2厘ホームラン34本打点84出塁率39人長打率6割 <laughs> OPS99 人長打率6割ってえぐいな <laughs> 長打率6割ってえぐくないですかヒット打ったんの60%長打ですよ えぐしかも一番バッターです真由美さんしかもちょっとねあの離脱してましたからね盗塁成功率13分の8で1986年3位の年123試合で3割7厘ホームラン28本打点 60OPS が901盗塁成功率が9割真由美さんすごいな山本にしょってスタメン取ってほしいなってうんあのー、タイガースファンも山本選手が糸原を脅かすことを 歓迎していいると思います強くなるっていうべきにっていうことで言うならばむす、うん、びさんありがとう、えー、川ワムー君阪神内野陣の争いも熾烈ですからね、えー、うん。前ーズアの年間成績分分からんが前宮明ーといえば1994年の巨人戦のサヨナラ代打満塁弾を目の前で見たのを思い出すと目の前で見たんですかおめちゃ熱いなそれ、うんえー、1987年119試合2割7分23ホーマー53打点出塁率 OPS が8割 盗、えー、塁が7の4で。1988年、130試合、フル出場して、2割7分17本67点。えー、OPS が726、盗塁成功率が7割、うんで。1989年、95試合に出場して、2割4分7人。ホームランが16本、打点37。OPS が777。お <laughs> なお !777777。盗 <laughs>、はいえー、塁成功率が10割。えー、これ違うわ。 えー、1990年79試合3割4輪17本打点49打点、えー、OPS913 盗塁成功率が3 0 0割100パ、えー1991年102試合で2割6分7輪17本61打点、えー、OPS が8111992年68試合で2割8輪1ホーマー12打点まあ92年にねちょっと亀心フィーバーがあった年に真弓さんはね ちょっとこう成績が落ちたんですねこれを見るとねうんさあ成績残り3年目ですよ1993年63試合で2割2分2厘2ホーマーもうこの時は代打の神様になってたんですね OPS61994 年65試合で2割7分63打数17安打2ホーマー打点30打点代打だけでね当時の記録でしょうこれ確かね OPS742 で盗塁もなし林さんこんばんは 真由美さん大好きです。そう、真由美さんの話を今日はします。えー、真由美さん千九百九十五年二十五試合で二割二分二厘。打点が四。ホームランはなし。引退というふうになりました。はい、通算成績が。二千五十一試合出場、二割八分五厘。通算打率が六千六百二十四打数千八百八十八安打。あと百十二本で迷宮会 292ホーマー886打点 OPS8 割超え805盗塁成功率が273打数200盗塁もうレジェンド中のレジェンドじゃないですかねえー、タイガースでの成績は1696試合に出て2割8分7厘ホームラン277本824打点出塁率長打率 OPS が825盗塁成功率が195回企画して140盗塁 733733でしたすごいな718かごめんなさいうん以上になりますありがとうズキ、えー、メタルユイこんばんはお疲れ様疲れたあい <laughs> 格がやってくれてるかはいかにすごいかってことでしょ日頃ねうんって思いますよね本当にえー、ありがとうえーえー、えぐすぎる長打率ね清張ちゃんえぐいでしょ6割ですよ うん、俺、長打率6割っていう選手、なかなかタイガースでも見たことない、タイガース以外のチームでも。うん。マユミさんといえば、ラジオのヤングタウンで毎日放送アナウンサー、すみさんと、えー、鶴光さんがネタで、私、阪神のマゆミって言ってましたね <laughs> って、ああ、それ。古いネタですね、それ。おっちゃんでもギリでしてるぐらいは、それ。なお、話題豊かやけど、読んだ。なな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 ,な。ありがとうございます。なお。なおさん。 読んでくれてありがとう。今日は僕の話じゃないです。背番号6ではなく7のまゆみさんでーす。<laughs> はい、ありがとうございます。いこさん、こんばんは。ピよちゃんがすごいタイミングで起きてきて、まだ寝ないんで、ちょっと今、あやしてます。え、ふい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 さて、えー、ピよちゃんずっと後頭部 <laughs>。そうそうそう、すいませんね。はい、あのー、ちょっとね、あのー、 こう抱っここされてるる状態で寝寝るんで寝んすよこうやってやってるとあるタイミングに急にコテッてひっついて寝始めるんで待ってるんですけどちょっとまだ眠くないみたいでさっき寝るかなと思ったんですけどちょっとまた起きたんで、えー、本日のドラバンまさんクイズやってましたねね今日はまゆみさんが、えー、ちょうど出てましたんであのクイズやってましたけど新人王になった選手でしたっけそれは檜山さんが答えたんか あれか右の長距離法はっていうクイズか少し見たけどパリッシュとかディアとか、えーマ,ルえー、マルテじゃなくて、えっと、グレンクールボーあと誰やパリッシュうんとゴメスとかそういうのを答えるやつやってましたね。うん まあ、ゆみちゃんかいや。うん。後ろからのおっちゃん、いっおっちゃんいじり。うん。本日のタロバンで、まゆみさん、そう。えー、眠いのサインです。そう前。もう今ちょっとこれ、けど寝そうです。もうもう今ちょっとおとなしくなってこ、こっちに向かってちょっと倒れてるんで。うん。あ、まだね、笑ってるんで起きてますね。こう、だいたい見て、笑ってくる時はまだ元気な時です。あの、相手してくれっていう時なんで。 もうああのの全然寝ないいですねこれはい、あの赤ちゃんって本当に不規則なんでこれを見てたら皆さん見てたら分かりますいい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 い寝ないの寝ないですね」「<laughs> <laughs> はい24分以上ホームラン打った外国人ですね」あ24本以上ホームラン打った外国人かなるほどなるほど。<coughs> まだ寝ないのでちょっとねみんなと真由美さんの話しながらちょっとお話したいなと思いますんで、えー、ちょっと皆さんにね真由美さんのことで、まあ、まずねあのウィキペディアからのニュースもそうなんですけど真由美さんの伝説というのをちょっと僕なりに、えー、今日ちょっと調べてきましたんでちょっと皆さんよかったらそれをちょっと皆さん聞いてもらいたいなと思います <laughs> えー、真由美さんの伝説調べたらですねなんとミクシーに <laughs> ミクシーにまとまってたんで。 おっちゃん久しぶりにログインしてミクシーを見たんですけども、えー、参ります相性、えー、上新生西武ライオンズの目玉として田淵のトレードがあった時交換要因に指名された打撃よし守備よし顔よし3拍子揃ったスター選手1番ライトの真弓のアナウンスに合わせて鳴り響くミッキーマウスマッチで甲子園球場全体が揺れた通算292本塁打とクリーンアップも打てる史上最強の1番打者と言われております首位打者1回 オーールスター9回、晩年は代打でも活躍。マユミさんのこの記事をあのおっちゃんが見てるんですけどピオちゃんも見て喋ってるんで多分読んでるんでしょうね、えー「甘いマスクで朝日オートセンター」など CM も多数。えー、です炭鉱、えー、の町に住み三池工業、えー、上田拓造の、えー、甲子園優勝パレードに憧れて本気で野球に取り組む」 小学校3年から大牟田市1969年から71年柳川では3番を打ち5番,5番キャッチャーがタイガースの若菜さんでしたが優勝はできず1972年で年九州で都市対抗に出場ドラフト3位で太平洋クラウンズに入団、えー、1973年から78年まで太平洋クラウンで、えー、1978年にレギュラーを獲得、えー、阪神タイガースが田淵を放出という基本戦で 藤田平が腰痛でフル出動できなくなったため眉美が欲しいという要望が出され田淵古沢眉美竹之内若菜武田の大型交換トレードに、えー、なり移籍がし決まりましたミクシィ継続します <laughs> まあニュース見たりえー、みんなのつぶやき見る程度ですけどねえー、味よし変わるよし背番号よし えー、は真弓さんと若菜さんそして拓殖さんは十分阪神に貢献してくれました田渕さんとのトレードは成功でした成功ですうんえー、えーえー、真弓さんの記憶は晩年の代打の神様やったっけなええー、そうなんやはいということでしたでまあ引退してからはねえー、まあやめたくないということで、あのー、現役にこだわりを持たれたんですけども まあ、結局タイガースがそのなんだ、まあ、他の地球団からオファーが来なかったということで引退されたということなんですねはいまあだからすごく残念なねえ辞、ーまあ、め方をされた、まあまあ、レジェンドなのに掛布、まあ、さんしかりまあ和田さんとかねはまともに引退しましたけど まゆみさん掛布さん岡田さんはねもうオリックスに行って晩年ね、まあ、オリックスでもう一回優勝してねあのー、引退しましたけどあのー、タイガースでの最後案外鳥谷君もそうですしまあなんか綺麗にはねやめれてないっていうのがねこれタイガースのねまあなんかそういう意味では藤川球児氏とかねあのー、近年だと金本さんとか。 ままあはまあきっちりやめれたんで、その辺は良かったのかな、なんとか思うんですけども。はいさあ、えー、タイガースにやってからの、来てからの真由美さんについてお話しするとですね、えー、1979年、移籍1年目からですね、一番、ショートとして定着。真由美さん、ショートやってたんです。えー、長打力のある一番として活躍し、えー、5月20日ですね、1979年の、えー、中日戦でですね、サイクルアンダー達成。 えー、しかも自身2本目の初回戦闘打者ホームランで幕を上げたそうです <laughs> はいどうしたのはい,はいど,うどうしたんですかい,いいいい読んでるんですか、うん、はいえー、ちょっと読みますね、えー、1980年には中西太志打撃コーチ、えー、監督代行の指導により飛距離の出やすい、えー、細く軽い抜刀を使用一番出しながらセリーグ5位タイの29本塁打 えー、10月12日には中日戦のダブルヘッダーでダブルヘッダー2試合連発先頭打者ホームランを達成。<laughs> 天才やん,、うん。1981年には故障の影響もあり、前例よりは成績落ちたものの、1982年には全130試合に出場し、打率2割9分3厘、初の打撃ベストエニーを果たす、えー、83年には岡田昭信の故障に伴い、7月12日の巨人戦から2塁手に転向。この年にね、若松勉に競り勝つ。 対立3割5分3厘で首位打者獲得しております。えー、そして2塁手のベストナインにも選出されております。はい、はい、えー、残り10試合になった時にですね。首位打者のタイトルのためにですね。安藤元夫監督から欠場を勧められるんですけども、拒否してですね。試合に出て。 取りましたかっこいいさすが真由美さん生きざまもかっこいいところでねうんまゆみさん男の夢愛は再び歌も出されてますね出してるね詳しいね3テレビのゴルフバンクで実家の裏のゴルフ場によく来られる真由美さんへえ<ー>クラウン時代真由美さんは背番号2から40に変更されたがこれはスポーツで知った阪神のトレーダーはテレビのインタビューで知ったへえ直接言われたわけじゃないんや真由美さんは近鉄道のバッティングコーチをよく覚えてるとうんはいこちゃんこんばんは明日も仕事なので愛しただけではい了解です えー、1984年、岡田が一時外野手にコンバートされたことによりそのまま二塁手のレギュラーえ同年に戦車出場と通算戦安打達成そして1985年ですね36年ぶりの日本一、えー、36年間日本一から遠ざかってますが1985年吉田芳雄監督の指示で岡田と入れ替わる形で外野ライトに転向繭美はライオンズ時代の、えー、77年は主に外野で出ていたということでね えー、ライトに回りましてですね、えー、6月9日の対陽ホエール戦での、えー、若菜と本塁での交錯、まあ、骨折で1か月、ねえー、離脱をするものの打率3割2分2厘34ホーマー84打点の好成績でチームのリーグ優勝に貢献史上最強の一番打者の名を欲しいまわにすると。はい えー、ちなみに3ポジションでベストナインを受賞したのは落合,さん落合博光さんに続き史上2人目であったと当時ね、うん、いかに真由美さんがユーティリティで勝つパッティングも守備も良かった選手かというのがまあこれより分かる話ですよねはい、えー、1986年は7月6日の対巨人戦で水野から自身2回目の5試合連続本塁打を記録阪神球団通算4500本目の本塁打でもありました えー、2年連続の第率3割を記録して本塁打も28本。まあ、あの、1986年は3位だったんですけどね、タイガース。はい、87年、えー、荒木大輔から通算41本目の初回先頭打者本塁打を記録。<laughs> 41本目初回先頭打者ホームランが尋常じゃないな。うん。すげえな。ダブルフェッター先頭打者ホームランはめっちゃすごいやんそうやで両。両試合ともね。うん、そんなバッター、真弓さんだけやで。 すごいよーんえんまゆみさんが対戦した投手の中でホームラン14本を打ったのは誰 ?A バ花 B 遠藤 C 江川誰でしょうかさあまさぽんさんがまゆみさんクイズちょっと出してくれてますんで皆さんよかったら考えてみてくださいはいそんな中1988年考えながらね、えー、自身2度目の全試合出場、えー、個,人個人事務所として有限会社オフィスまゆみを設立 <laughs> これ 阪神タイガース予備校、東大目指してる人はこれ出るよ。マイミさんは1988年にえー、えまるまるを設立するっていう。その設立するしたものは一体何かとい有限会社オフィスマイミ。はい、こういう答えになりますんでね、皆さん。はい、はい、オバナですかね。ってね。うん。十四本でしょ。B. 円堂。これは答え。マサポンさん B でしょう。エンド太,太陽のエンド えー、1989年4月23日巨人戦で桑田真須美から本塁打を放ち通算250本塁打を達成12年間続けていた100試合出場が途切れると92年以降は新庄亀山鯨の台頭で代打中心の出場、えー、同年には代打満塁本ー打を放つなど活躍チーム唯一のファン投票でのオールスター出場を果たす、えー、1992年以降に通算3000塁打か で94年には代打の切り札として代打逆転満塁本ー打を放つなど活躍代打で17安打30打点と勝負強さを発揮同年の代打打点30打点は、えー、日本記録であると、えー、95年のシーズンは阪神淡路大震災の影響で満足な自主トレができず、えー、バッティングは不振を極めると、えー、二軍落ちもたびたび経験、えー、足の肉離れで8月には3度目の二軍落ちそしてシーズン終盤はフロントと話し合い引退試合やセレモニーも用意して引退を進めたが真弓が 真由美さんがこれを誇示してです、ねえー、現役にこだわったとしかし交渉は決裂他に獲得の意思を示した球団もなかったためそのまま現役を引退したとなお真由美が現役を引退したことで福岡時代のライオンズのユニフォームを着た現役選手が球界から姿を消すことになった、えー、この年のシーズン開幕前の阪神・淡路大震災の影響で自宅には被害がなかったが 甲子園良浜球場までの移動が困難になったため原付バイクで通い若手選手に混じって古風草に寝泊まりしていたこともありましたとさとはいえー、こんなところでございますまあ真由美さんっていうとねもう今若い人は監督だったイメージしかないかもしれないです。 もっちゃの中ではバリバリの現役でホームランガンガン打ってて中心打者で5番とか打った時も知ってるしえ逆にね代打の切り札としてね晩年えタイガースのまあ新庄亀山とか若手がねはつらつとやる中のまあ言った糸井みたいなポジショニングでね頑張ってチームを勝ちにつなげてくれた超レジェンドという認識はあります。あとははねね大阪は近鉄バッファローズで、ね 1、えー、一軍打撃コーチをしてですね梨田監督あとは小林茂さんとね男前首脳陣として話題になってですね、えー、優勝近鉄を優勝に導きましたねその後はまあ,あのタイガースの監督をやってねえー、っと順位が就任1年目が、えー、久保田が先発転向荒井貴弘一塁からのコンバートで今岡をファーストコンバート えー、ケビン・メンチライト固定を行ったけど全然ダメでと。<laughs> はいえー、自分の誕生日7月12日には1年目、えー、自力優勝がなくなったと。<laughs> うんまあ、1年目はね、まあ、新監督苦しんでますよ。はい、1年目は4位でした監督時代ね。で2010年この時でしょ史上最強もうダイナマイト打線マット・マートンランディ・メッセンジャー、ねえー、ブラゼル二塁、えー、に関本レギュラー争いをした、えー、平野。 三塁に新井貴大を起用し、ね、チーム打率2割9分2割9分6人やったっけ、はい、?2 割9 8分95、はい、球団最高チーム打率2割8分95を3割打者5人90打点以上5人内100打点以上3人チームアンダー1458を記録して60年ぶりにセ・リーグ記録を更新。 オーールスター前は首位で折り返したが8月9月と2か月連続で負け越し特に名古屋ドームでは2勝10敗と大きく負け越したことが響き5年ぶりの優勝を逃すと、うん、2010年ねあんだけ強い打線城島とかもいたのに優勝できへんかったんかってもうあの阪神タイガースファンの最後の悲劇って言ってますもんね2000年代最後の悲劇ですよあの2010年のあの打線で優勝できへんかったんはマジで、うん、それぐらいまあね本当のすごいチームを作りましたはい で、えー、2011年ですね2年契約を新たに結んだんですが、えー、前年ほど打撃が好調ではなく6月には最下位に沈んだりもして、えー、最終的には真由美さんに対してね株主がわあわあ言い始めてですね、えー、チームは2位まで順位を上げたんですが最後失速して3位争い、えー、9月には、えー、来期続投の報道がなされたにもかかわらずえー、まあ要は。 契約終了になっってしまったと,、はい、というまゆみさんの <laughs> まあなかなか監督はだから辞めちゃってもまゆみさんが首脳陣やるとかっていうのはもうなかなかもうないかもしれないですよねうーんちょっとコメント見ますねうん虎がね風呂行くって言ったらねいつでも虎一筋がね、えー、正解もう少しお待ちくださいとかねえた、ー、まさんは A の尾花さんおっちゃんならスパッと引退しますかまだまだやれると現役を続けますか うーん俺はスパッとやらんね。うん。あのー、やるって言ってオファーを待つ。で来なかったら諦めてやめる。うん、だってそれがまあもう自分の要は最後通告じゃないですか。要は。いつも言うように阪神が自分の評価をしてくれて阪神で仕事してきました。でそれで自分なりにやり,やり遂げられたな活躍できたなと思ってる人間でまだ環境を整えばやれるのにっていう力を自分で持ってると思っていたら。 阪神はもう評価してくれなかったけど世の中の評価を聞いてみたいとは思うよねで、世の中からももういいんじゃないかって思われてるってなったらまあ散々稼いだしいいかって思うのは <laughs> プロやったら思うかなと思いますけど、はいえー、バイオナイナダイダイ時代ですね僕は見出したのはね、うん。皆さんありがとうございますそれでは行ってまいりますね。関係ありませんが一回だけ藤井寺キージーの西武線を見に来ましたと皆さ、うんえー、皆さん あのちょっとね、もうあと3分ぐらいで終わろうかなと思います。正解は B、遠藤14本。やったー当たった。すげえ。やったー。2010年のラインナップは化け物。ってうん、ブラックタイガース、ミツバチ、靴下のイメージ。正解の方おめでとうございます。うんブラジル、自打球でよく足泣けてたなーって、うん。マサって。さんさんから中。<laughs> 結構です。<laughs> 清金ちゃんえー、と考えると阪神の監督は難しいですね。ということで。うん 遠藤投手もいいピッチャーでしたよ、はいはい、おっちゃんすごいさすがですということでねまあそれはまあまあ見てた印象なんですけど遠藤さんから真弓さんよく打ってた印象があったのでまあ,あのおばなさんではないかなと思ったんで、うん、そうなったら江川じゃないなと江川っていうと掛布かなと思ったんでねクイズ的にはいまあ読みでございます、はい、ということでですね皆さん今何が起きてるか言っていいですかあの腰が動かなくなり,なりそうで 動かなくなるとどういうことが起きるかというと要は歩けなくなくるんですよこれ多分今動いて動ける状態にしとかないと明日朝起きたら多分ぎっくり腰になってて動けないんですよ明日朝一病院行こうと思ってるんで、えー、今歩けるうちにピオちゃんをベッドに寝かせつけておっちゃんももう今日は風呂入らずに <laughs> 寝ようかなと思ってますマジでで腰痛くなっってきたんでちょっと今日 うん、あのおそらく十何時間座ってずっとライブやってるとかっていうのも多分聞いてるんですよこれ結構本当に同じ体勢でずっと長時間するのほんまに気をつけてください皆さんあの明日以降、まあ、ちょっとやれるようにライブもするんですけどちょっと休憩取ったりとか刻んだりとかするかもしれないんでちょっと今日は、えー、終わろうかなと思ってます、うん、トイレ行けなくなるのも知ってますはい。 なので、えー、皆さんすいませんせっかくね今日集まっていただいてまゆみさんの話で、ね、もう個人的にはまだまだ喋りたいんですけどこれ今ちょっと、まあ、まだ動いて立てるんで立てるうちにちょっとピオちゃんをちゃんと寝かしてあげてあはい <laughs> すいませんちょっとさりげなく注意しちゃったんですけどあのー、今日は、えー、終わりたいなと思いますはいえー、股関節をほぐしてくださいってねおっちゃんも休んでくださいってことでねはいすいませんちょっと今日本当に申し訳ないですあのー ガッチガチなんで背中がはい今日終わりたいと思いますはいあのー、いつも見に来ていただいてありがとうございます今日もね、あのー、一番いい時は100人ぐらい見に来てくれたんですけどすいませんちょっと個人的な話あとゆみさんの話腰痛いとかね子供が起きててとかねえピオちゃんはいということで皆さんピオちゃんのこの笑顔に癒されてですねはい今日は皆さんもお休みになっていただけたらと思います <laughs> かわいい はい、ということで、おっちゃん無理しないでということで、ふみかんちゃんありがとう。まさポんさんもありがとう。ひいやんさんすいません。ありがとうございます。いつも。えー、今日もライブ配信ありがとうございました。ということでね。えー、まっこもありがとう。かずきもありがとう。ね、えー、お疲れ様でした。なおもありがとう。おならしてお休みしても、な、わかった。おならばしてお,お休みします。はい、のしたくんも遅いからねもうねえな。 はい。ということで、皆さん。はい。ビオちゃんがニコニコしておりますけど、いこさんもありがとうございました。えー、また明日、ちゃんと、あのー、ライブできるように、まずはちょっと腰整えて、えー、今日はお休みして終わりたいと思います。えー、スケゴークありがとう。えー、腰にロイヒー貼るのがいいらしいです。あ、ロイヒーね。うん。 えー、またクイズ出しますので、ね、よろしくお願いしますねマサポンさんクイズありがとうございました、えー、今日もお疲れ様でした楽しかったですありがとうございましたということで糸原だまし魂くんありがとう、えー、スケコーくんはスパチャありがとうございましたそれでは今日はお別れしたいと思います本日は阪神知ってるつもりまゆみあきのぶさんと、えー、キャンプのまとめでした皆さんまた明日お会いしましょうぎっくりになってたらライブちょっとやばいかも <laughs> <laughs> いや、笑われへん。はい、おやすみなさい。ありがとうございました。<laughs>